ヤマニーアンプリ目は日本の競争馬。主な勝ち倉は2019年の JBC レディスクラシック。馬名の意味は冠名リ印刷する。立党中村人支給者に入球。2016年10月1日阪神の新馬戦でデビューしたが、スタート直後に歩行以上で競争中止。その後も勝ちきれないレースが続き、2017年2月12日、 京都の未勝利戦で5戦目にして初勝利を挙げる。3歳シーズンは3勝をマークしこの年を終える。1月の山品ステークスを制してオープン入りを果たすも、その後は赤敗続きとなり順、オープンクラスに高級。この年は1勝のみに終わる。1月の門松ステークスを制して、再びオープン入りを果たす。ネギスステークス7着の後、 2月の大和ステークスを勝利し6勝目を挙げる。黒船賞と柿翼記念は共に2着に敗れたが、6月の北海道スプリントカップでは、道中3番手追走から直線で鋭く伸びて、解消し、重賞初制覇を飾る。8月のクラスターカップは、中段追走から直線で外へ持ち出すと、先に抜け出した広重ゴールドを差し切って、重賞2勝目をマークする。 9月のオーバルスプリントは3着に終わったが、11月4日の JBC レディスクラシックは交渉面でポジションを上げると、最後の直線で逃げ粘るゴールドクイーンを捉え2羽審査をつけ、J プニー初制覇を果たした。4月8日の東京スプリントで始動するも8着と、惨敗。休養を挟み、7月のプロキオンステークスでは9番人気と音評価を落としていたが3着と、構想する。 その後、サマーチャンピオンは4着、東京サカズキは7着に終わりこの年を終えた。1月31日のネギシステークスで戦列に、復帰したが6着。2月21日のフェブラリーステークスは10着と、大敗した。その後、2月26日付で競争馬登録を抹消。北海道ニーカップ町の2式、岡牧場神話育成牧場で繁殖品馬となる。 以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。